はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうたです。そしてね、目の前に見えます、このプラスチックのケース。一体何だかお分かりですか、皆さん。クリアスライダーと申しましてね、昆虫飼育用のケースでございます。いや、こちらね、同じぐらいのサイズの飼育ケースの中では、かなり高価なものなんですよ。まあ、そんなにね、値段が張るのかって言われたら、そうでもないんですけど、一応800円ぐらいかな。うん、大体売られてるのは800円ぐらいですね。一応容量が 5.6 リットルなんで、まあ、中ケースと小ケースの間のサイズなんですよ。まあ、一般的に言われる、まあ、中ケース、小ケースの間のサイズになります。で、クリアスライダー何がいいってね、まあ、上がね、とにかく透明と。中が見えやすいと。でね、全体的な透明度はね、実は、僕見てて思うんですけど、正直言うと、そこまで透明度高くないです。コバエシャッターとかの方が、透明度は高いですね。普通の飼育ケースとかの。ただね、このクリアスライダーは何がいいかって、こう、上が透明なことと、これですね。こうやって、カチャってやるとですね、こうやって開くんですよね。うん。で、だから、結構な力でね、中からね、力を加えても、上に開くことってのはまずないんですよ。まあ、だから、脱走防止とか、まあ、力の強いね、まあ、なんだろうな、ヘラクレスとか、結構背の高いやつが、こう、押し上げちゃうみたいなことって結構あるんですけど、普通の飼育ケースだと。そういうこともないですね。で、しかもね、空気穴がね、ここにちょっとちっちゃーく入ってるんですけど、これすごくちっちゃくてね、コバエがなかなか入りにくいと。雑虫がね、なかなか入りにくいという構造になっております。で、ずっとね、コバシャ使ってきました、僕。コバエシャッターの中と小をね、ずっと使ってきたんですけど、徐々にね、こちらのクリアスライダーの大きい方に、移行しようと思います。ということでね、今日はこのクリアスライダーのラージを使って産卵セットね、組んでいきたいと思います。今日ね、セットに入ってもらうのはこの子ですね。あー、かわいいねー。かわいいねー、これ。マルガリータヒナカブトって呼ばれるね、オオカラカネヒナカブトの、メスでございます。いやー、かわいいね。かわいいわ。ちょっと餌食い悪いなとか思ったんですけど、そんなことなくてね、実は、1日で16の半分ぐらいは、食べてくれてるんで、もうね、セットに入ってもらおうかなと思います。でね、お父さんは実はね、クリアスライダーのミニの方、ちっちゃい方にね、入ってもらっております。ちょっとね、マット変えなきゃいけないね。この子ですね、お父さんは。かっこいいよね。これ、頭角なんですよ。顎じゃなくてカブトムシなんで、これ、頭の角がね、もう根元から2つに分かれてて、めちゃくちゃ可愛いですね。で、今日使うマット、まずはね、こちらですね。僕がいつも使ってるリサイクルマットですね。そういえばね、僕、リサイクルマットもう使わないとか言ってね、ガンガン使ってるんですけど、産卵セットには使います。産卵セットには使っていこうかなと、ちょっと方針変えました。全く使わないわけじゃなくて、幼虫飼育にはもう使わないですけどね。で、今日はね、産卵用のカブトマットですね。二つね、産卵セットをね、組んでいきたいと思います。で、一応ね、ケースとしては 5.6 リッターなんですけど、正直ね、5.6 リッター用意すると、蓋がね、閉めれない状態になっちゃうんで、まあ、大体基本的に5リットル、用意するようにしております。ね、こちらのね、カブト用産卵マットはネットショップブブさんでいつもね、購入させてもらってます。まあ去年ね、カブトムシしっかり、羽化まで、このマットでね、やりました。で、栄養価も非常に高くてね、非常にいいマットですね。粒子も細かくて、産卵用でね、売ってもらってるんで、かなり便利ですね。で、結構ね、カブトマットって言われるんですけど、どっちかってヘラクレスマット的な感じで、結構ね、ちょっと発酵が浅いですね。完熟って感じじゃなくて、まあ、月夜野さんで言うキノコマット、みたいな感じですかね。で、こちらは何がいいってね、かなりね、パウダー状で、粒子が細かくなっております。まあ、そういうのが売りなんでね、ただのカブトマットというよりは、まあ、とにかく粒子の細かいものって感じですね。じゃあ、ここにね、まあ、黒土みたいな感じですね。黒土代わりの、まあ、完熟マット代わりの、リサイクルマットを混ぜていきましょう。で、今日ね、タイトルが一体何になってるかわかんないですけど、多分冒頭ね、クリアスライダーの話したんで、多分クリアスライダーの話のタイトルになってると思うんですで、ちょっとクリアスライダーについてね、ちょっとお話ししていきましょう。僕ね、さっきも言ったんですけど、産卵セットね、いつも2つ組むんですよ。特にカブトムシはそうなんですけど、まあ、卵はね、たくさん取りたい種類の時は、産卵セットね、2つ作ります。メスがね、上に上がってきてるタイミングで、まあ、2個目の方のセットに移すという感じで、まあ、そうだな、僕が産卵セットばらせない時でも、タイミングよくね、2個目のセット、まあ、次のセットに入ってもらって、僕のタイミングがいい時にね、採卵だったりとか、幼虫の割り出しがね、できるようにってことで、産卵セットね、いつも2つ作っております。で、クワガタだとね、まあそんなに2つ組んでも、まああんまり意味ないかなと思うんですけど、カブトムシって結構ね、ちっちゃいケースで何回も何回も割った方が結構たくさん卵取れるんですよ。
ていうのも多分潜った時にですね、産んでた卵を潰しちゃったりすることがあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、特に大型種だよね。特に大型種、ヘラクレスとか、まあ、サタンとかネプチューンとかになると、結構ね、大きいケースでも、まあ、ヘラクレスなんか僕も45リットルのケースでやってますけど、やっぱね、1週間以内ぐらいでね、本当はメス移動させた方がいいですね、多分ね。でないと、まあそうだな、1回のセットでもね、30、40ぐらい取ろうと思ったら、もう本当1週間に1回ぐらい開けないとですね、もうそれぐらいで頭打ちになっちゃうんですよね。2週間置いても3週間置いても結局40個しか取れなかったとか30個しか取れなかったって、多分最初に産んだ卵を潰しちゃってると思うんですよね、あれね。ということで、僕はね、いつも2つ組んで、まあ入れ替えるような感じで、メスをね、入れ替えるような感じで組んでおります。ちょっとね、ちょっとだけ加水しましょうか。なあ、どうかな。ちょっとだけ加水します、ちょっとだけ。今日はね、10リッターに、10リッターのマットにね、200cc ぐらい加水しました。リサイクルマットがね、結構水分持ってるんで、で、カブト用のサンラマットも結構水分あるんですけど、ちょっとだけ入れます。マルガリータね、僕前回やった時、割とね、水分あっても産むじゃんとか思ってたんですけど、最後のセットちょっと乾燥気味にしたら、結構産んだんですよ。1日 1.5 個ぐらい急に産んだんで、割と乾燥してふかふかなマットの方が潜りやすかったりするとか、そういうのがあるかもしれないですね。どうしても湿らすとですね、その重みが加わるので、それが負担になったのかなとかね。まあ、最後の最後、寿命の尽きる寸前のセットでちょっとだけ海が良かったんですよ、最後ね。マルガリータに関しては割と乾燥しといてもいいかもしれないですね。で、僕さっきも言ったようにね、2つセット組んで、メスが出てるタイミングで、メスを移すんですけど、そうするとね、メスが出てるかどうかをね、見なきゃいけないんですよね。で、やっぱりね、蓋が透明で、メスが出てるかどうかは一目でわかるんですよ、クリアスライダーだと。まあ、水滴がついてね、ちょっと見にくい時もあったりはするんですけど、まあ、それにしても他のね、ケースと比べても、かなりね、上の蓋がやっぱ透明っていうのは、見やすくて、逆に小馬車とかだとね、ギリギリまで結構マット詰めてると上見えないんで、いちいちね、開けたりしないといけない手間があったりするんですよ。なんでその手間をね、省くために、クリアスライダーをね、使っております。これがね、僕がクリアスライダーを使う理由ですね。まあ、あとはやっぱりね、見えた方がいいですね、上は。うん。ゼリーの減り方とか、まあ、上がこう、ぐちゃぐちゃになってる様子とか、特にクワガタだったらね、ゼリー食べてるかどうかってちょっと指標になるじゃないですか。ずっと潜りっぱなしだと、やっぱ、生きてるかどうかもわかんないと思うんですけど、それがね、日常的にやっぱ見やすいっていうのは、結構ね、クリアスライダーはいいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、蓋が壊れやすいよとか、なんかそういう話もあるんで、まあ、また使っていくうちにね、変わるかもしれないですけど、今のところはね、このクリアスライダーかなりいいなと思っております。ということでね、マット詰めていきましょう。で、一番底だけガチ詰めします。一番底だけね、本当に底の、底だけ、本当に底の底だけガチガチに詰めておきます。まあ、ガチガチって言っても、そんなにガチガチじゃないか。結構詰め気味なぐらいかな。でね、クリアスライダーの悪いところはね、こう仕切り板がつくんですけど、ここね、こう仕切り板がつくんですけど、この下側の方、ここね、ここ。ここにね、マットが詰まってね、洗いにくい。これがね、僕が一番クリアスライダーで困ってるとこですね。まあ、あとはね、マット詰めすぎたらね、上に空間がなくなっちゃって、それをね、ちょっと考えなきゃいけないのが、ちょっと、結構ね、上開けないとね、入れないんですよ。ゼリー置けなかったりするんで、そこがね、ちょっとたまに、ああ、どうかなって思うとこぐらいかな。まあ、それはね、完全に慣れたと思うんで、慣れればね、全然問題ないと思うんでね。もう、あとは一番そこの1センチ、2センチだけ、ガッと詰めたら、もうあとはトントントンでいきます。前回ね、割と中層ぐらいまで詰めたんですけど、多分ね、詰めてない方がいい。多分詰めてない方がよく産んでたと思うんですよ。ちょっとね、不確かなんですけど、多分そうだったと思うんで。まあ、先日のね、三山のね、産卵セットみたいに、まあ、やり方をね、2個で変えるっていうのが面白かったんですけど、まあ、一応一回やってみてね、多分このカブトマットとリサイクルマット半々が多分一番いいと思います。まあ、ピートモスもね、使おうかなと思ったんですけど、ちょっとね、乾燥しやすすぎる気がするんですよね、ピートモス。今日はね、こんな感じで組んでいきます。ちょうどいいね、10リッターで。ちょうどいいですね。だからクリアスライダーのラージはね、一応容量が 5.6 なんですけど、5リッターずつ入れればね、ちょうどいい産卵セットの感じになりますね。はい、OK。はい、じゃあね、こちらに、
足場を入れます。今日使う足場は、バークチップですね。園芸用のバークチップですね。大きいやつ。で、結構ね、マルガリータちゃんね、弱ってくるとね、コロ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 転がるんですよ。なんで、気持ちね、多めに入れときます。はい、じゃあね、ゼリー入れる前に、このね、バークチップをね、湿らしときます。これね、乾燥するんですよ。こいつがね、多分水吸ってると思うんで。こいつはね、濡らしときます。びちゃびちゃにしときます。で、ゼリーは、健やかゼリーですね。プロゼリーだけじゃなくて、健やかゼリーも入れときます。ということで、ゼリーはね、プロゼリーと健やかゼリーを、このぐらいかな ?6 個ずつぐらいにしときましょうか。6個ずつぐらい入れときましょう。で、こっちは、2回目のセットで使うんで、また、置いときましょうね。で、今日はこっちに入れてみましょう。はーい、じゃあね、いってらっしゃい。はい、健やかゼリーからお食べ。はい、ということでね、今日はね、クリアスライダー使うようになりましたという話と、ついでにマルガリータヒナカブトの産卵セットをね、組んでいきました。で、マルガリータヒナカブトに関してはですね、僕2ペア目で、前ね、産卵してもらったメスは、実はね、先日お亡くなりになられました。オスはね、まだ生きてるんですけども、オスもね、出血の中入れてても、もうすぐひっくり返るんですよ。で、全然餌も食べてないんで、まあもう多分ね、星も近いんじゃないかなと思います。で、一応前回ね、まあ同じような感じの産卵セットで、75ぐらい卵取れました。1頭のメスからね、ワンペアから。で、幼虫になるのは多分60から、ぐらいですかね。60から65ぐらいになるんじゃないかなと思っております。で、孵化して、もう幼虫の姿になってるのが一応ね、45ぐらい、今、いますね。なんで、まあ割とね、産卵結果はまあまあの出来だと思います。で、今回はちょっとね、ケースがちっちゃくなった。前小バサナ中だったんで、前回よりね、ちょっと小さいんですよ、ケースが。なんで、まあちょっと早めに、一応ね、6回から8回ぐらいをペースに、割り出していきたいと思います。2ヶ月ねぐらいを目安に多分産むと思うので、まあそのぐらい目安にね、まあ2週間、1週間から10日ぐらいをベースにね、どんどん割り出していきたいと思います。まあもちろん結果はね、ご報告すると思いますし、途中ね、割り出しの動画も多分出ると思いますので、ぜひね、気になる方はチャンネル登録の方、よろしくお願いします。こいつはね、なんかね、前のメスはね、多分、うちに来た時からもう結構すでに成熟してたと思うんですよ。もうね、餌もガンガン食べてたし、死んだふりもしなかったんですよ。もう、とにかく逃げるみたいな。触ったらとにかく逃げるみたいな感じだったんですけど、この子はね、まだ成熟して間もない感じなんでしょうね。触るとね、すぐ死んだふりしてこう、縮こまるんですけども、それもそれで可愛いですね。多分そうだと思うんだけどね。まあなんかちょっと個体差もあるのかもしれないんでね、その辺はちょっとあれですけどね。はい、じゃあということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、そういえばね、1ヶ月するぐらいの時にね、もうオスを同居させますね。追いかけという、意味合いも込めてね、オスも同居させます。